こうやってみんなと話してるとさ、お酒飲みたくなるんだよね。こういう深い話してると。鼻黒いのこれ内出血だって。でも内出血は別に普通だからって。だって鼻先をいじったんだからって。本当にみんなこれ守ってんのかな。マジでさ、あの鼻のボタンに関しては絶対意味ないことしたよね。シールもなんかずらして貼ったりとか、あれマジで何だったと思う？あの抜歯の後にずらしてシール貼ったりボタンとか、本当にあれ何だったと思う？本気で聞いてんだけど、なんか意味があるの？だって抜歯のずらしてシール、しかも間違えたのかなって思ったらしっかりこっちも両方ずれてて、私もボタン初めて見たし、何だったんだろうね。ふう、だってまだ顔も1週間経ってないからね。注入も初めて見た。あとギプスもしないんだって。その鼻につけてる、これは23日まで洗顔シートで顔拭いて。え、でもね、あのね、気に入ってるよ。で、正直そんなになんか自分じゃなきゃ分かんないぐらい、人が見ても変わったのとのって言われるかもしれないけど、それでいいんだよ。自分の中では納得してるから。糸引いた金歩、お腹、え、全然平気だよ。なんだろう、納豆入っちゃうかな。あ、夏菜ちゃんに教えてもらった。鼻が上手だよって。いや、納豆入ってなかった、単純に腐ってたんだろうね。いや、単純に目がでかくなったっつーか、ずっとさ、なんかこういう顔してたじゃん。目が引いてきたんだよね、目が引いてきた。 まだ腫れてるけどね。で、ちょっとね、涙袋をね、気持ち入れたんだよね。そしたらなんか、なん？いや、なんかね、海じゃなかったね。なんなの？わかんない。これ海じゃない。普通になんかここだけあざか、あ、ここだけあざになってないんじゃない？多分。海じゃなかった。普通。まあやったばっかだしね。これお風呂でやるんじゃないの？めっちゃいい匂い。かき氷だ。かき。何回聞くのよ、鼻のテープ取るの。なんかさ、結構言われるんだけど、人中戻した、人中伸びてきたの、私人中治ってない、多分戻ってないよ。あ、それか、やっぱり人中が変だったんじゃなくて鼻が変でそうやって見えてたんじゃない？人中が変な感じに、鼻が良くなったから人中が気にならなくなったのかもしれないね。バランスが良くなったのかもね。そうだといいな。だって人中なんて触ってないんだからさ。楽しみ、早くみんなに見せたいな。前も見たいし。そう、違和感が確かに楽しみだね。開封枠は23日に抜歯、23日に開封枠だ。ダウンタイム4日目かな。4日目でこの状態だったら調子いいよね。23日、こんな風になりたいって写真見せた。あのね、綾瀬はるかの写真見せた。それも見せたいんだけど、私だけどこですか。携帯どっか行った、見せたかったのに。綾瀬はるかの石原さとみは人中の時見した。なんかね、綾瀬はるかの鼻筋が綺麗だなって思ってそれを見せたんだよね。まあでもなんか結局綾瀬はるかみたいな鼻筋にはなれなかった。てかね、誰かになりたいってよくないかも。だって自分の顔じゃないしさ、黄金比率とかも全然違うじゃん。だから自分に合ってたのを調べないといけないかも。本当はね、オペ中このあ、これこれこれ
これめっちゃ綺麗じゃない？この綾瀬はるかの花超綺麗じゃない？でこの写真をあの印刷してこれお願いしますって。え、超綺麗だけどな、私こんな花になりたいよ。いや顎じゃなくて鼻だけ見て、鼻この鼻先とか、私やっぱものなんていうの、あのないものねだりだからアップノーズ嫌なんだよね。シュッシュッってなりたかったの。天然でしょ。これになりたかったけど、まあこれにはなれなかったね。まあ正直ね、多分人によっては変わったかって言われるかも。でも美意識高い人はあめっちゃ綺麗になったねっていうぐらいの、それぐらいかな今回の変わりようっていうのは。でも私の中ではめっちゃいい感じね。楽しみのリピ、私も。まあでも整形ってさ、自己満だから、自己満だよね。別に誰かにどう見られたいからとかじゃないんだよね。自己満足の世界だよこれは。そう、自己満、自己責任だ。別に失敗したからって私リスナーさんに当たんないしね。日本おすすめの整形外科がないですね、ないですね。私の周りの成功してる人はみんな韓国だね。でみんな言うんだよ同じこと。鼻ボタン取ってもらった。ダメだよ、高いだけ。私同じ値段でも韓国行ってやるからね。同じ100万でも。だから響ちゃんだってお金めちゃくちゃ持ってても韓国行くじゃん。そういうことだよね。鼻ボタンに関してはもう分かんない、分かんないけど、まあ、結果オーライだから。形もどうですか、じゃあこの感じ。あ、どう？ここはちょっと今腫れてるじゃん。鼻先どう？ナチュラル？ほんと？自然？あ、自然って言葉が一番嬉しいな。で、これどんどんちっちゃくなっていくから、自分じゃよく見えないからさ、どうだ。もう本当に私さ、毎日顔の変動がすごすぎるじゃん。なんか可愛くなったと思ったら急にバンって顔広がってブスになったりさ、でまた引いてきてよかったねっていう、そのコメントの変動にもマジでダウンタイム鬱になったりならなくなったり、マジでメンタルも忙しい。まあそうだよね、普通注目しないよね。不安になった、マジで不安になった。でも信じてる、これは内出血って。高すぎるよ、私脂肪注入だって17万だよ。ぼったくりじゃん。17万でも安くて14万。プロテージは一生もんでしょ、賞味期限なんてないよね。なんか事故とか起こさない限りさ。え、日本円で5万？え、それ本当に脂肪注入なの？5万はちょっと怖くない？一桁って怖いよね。10万でやりたいかな。5万って不審で、私てかね、なんか、あ、そう言いつつもなんか病院行ったらプラスいくらでいくらでいくらで15万円になりますとか絶対言われるって。実際行ったらそういう新手の詐欺。麻酔代が3万円で、あ、で5万円ってことは、例えば 5cc 出た場合は5万円ですけどみたいな。でも 5cc は足りないから何十 cc で20万円ですとか、多分そういうのだよ。ありえないから、そこは総額にしてほしいよ。まあでもそれでやっぱみんな行くもんね。で私もそれで17万だと思ったら、まあ、いろいろあったけどよかった。私ね強いと思う。すごいらしいよ、そもそもモンクレヌンを1万5000円で買う日本人も。相当プロだよね。あの韓国人と結構張り合ってるんじゃない。私リタッチ無料なんだよ。だって次相当私強いんだと思う。リタッチ、ブタッチじゃなくて脂肪注入も次無料でも騙されやすい。最初はなんか見た目が弱そうに見えんのかな、見た目が弱そうに見えんのかな。私結構コミュ障なんだよね実は。ブタッチじゃん、リタッチね。
韓国旅行行きたくなったもん。でも早く行った方がいいよ。もうみんなが行ける頃、多分飛行機高いよ、ホテルも。今のうちだよ。だからだるいじゃん、 PCR とかさ、糸とかだけど、それ今やるんだよ。でも整形しないんだったら行かない方がいいね。高いもん。整形しないんだったら行かない方がいい。あ、でもホテル、まあ、でも高いかな。くれんの？別に、あ、パジャマの時とかに着る。パジャマでどっか行く時ぐらい。まあ、だから次韓国行く時は入れ墨配信だね。タトゥー、眉毛のタトゥーとほっぺのリタッチぐらいしか予定はない。あとなんかね、鼻の経過を見せないといけないんだって。私あのモニターだから。やべえ、なんか舐めちゃった。大丈夫かなこれ。日本だったら無理だけど、韓国だったら絶対できるから。血なんて出ないやん。入れ墨じゃないの、ただの、あの眉アートって血出ないよ。私何回もやってるけど血出たことない。次の日とかが血がかさぶたになるぐらい。ちょっと、あ、いや絶対やだ。リップアートなんてやだ。それこそさ、やだ。てかキモくない？だってさ、すっぴんの時も口紅塗ってる感じでってことでしょ。キモいじゃん。だったら乳首をアートしたい、ピンクの。違う、今唇向いてんの、なんかキモい、なんかぐじょぐじょになってきた。でもなんかなつなちゃんが言ってたけど、アート乳首ってめちゃくちゃ綺麗らしいよ。ん、今ねリップ塗ったの。リップ塗ったら皮が柔らかくなってきたから。でもなんか結局さ、なんかなんだろう、なんか眉さ、整形配信してさ、見てくれてる人が今多いじゃん。やっぱ気になるんだね、整形が。やりたいなって思うの？思わない。ああ、怖いもの見たさ。ただあのみんなで韓国配信が楽しかったから、そういう意味では癖になったかな。あの海外配信者になりたいかも、お金があったら。いろんな国行きたい本当は。ありがとう、ノニピーリースナイス。楽しいからね。楽しそう。そう、女版サプリ。だから私サプリさんに憧れてたの。いいなって。私も好きだから海外。ただ私暑いとかあんま好きじゃないんだよね。でハワイとかよく行くんだけど、私本当は海も好きじゃないんだよね。なんか私ね、病気なんだよね。なんか変なんだよね私。真夏って例えばかき氷って、かき氷が溶けていくのとか見てるの耐えられないんだよね。例えば車でドライブしたとして、車から降りて車のエンジンを切ってお外に5分くらい出るじゃん。その間車の中がどんどん熱くなってるんだ今とか、あと氷が溶けるところも見るのもすごい嫌な気持ちになるの。これなんかの病気だと思うんだよね。あとあれも気持ち悪いわ、真夏のメイクとかファンデーションがドロドロ。聞いただけ、なんか考えただけで、なんかね、真夏に関してなんだよね。だから真冬に氷が溶けるのはいいんだよ、暖房で。